していただきたいんですけど、誰ですか？パンクドゥブーの黒瀬純。間違いないと、名前がもう黒いものを見てろよ。今ね、お昼なんですよ。仕事中か。おはようございます。あ、純。はいはい、お疲れ様です。どうも。大丈夫今。出しました。はい、大丈夫ですよ。ヒデもいます。あ、おはようございます。あのさ、すいません、ヒデさん、なんか衣装に入ってたみたいで。衣装にね、純がやってる番組のステッカーが大量に入って、これもこれ絶対妖怪の仕業だと思うんだけども、今ちょっと大丈夫？はい、大丈夫ですよ、どうしました？あのね、純がね、やっぱり妖怪見たって噂が絶えないのよ。ああ、はい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 。だよね。はい、どんな妖怪をいつ見たかちょっと教えてほしいんだけども。小学校の時なんですけど。あ、そんな前？だいぶ前なんですね。はい、見ました見ました。木の中に木の穴があって、クワガタがいるかなと思って棒をこうやって入れてずっと探ってたんですよ。でいつも子供の頃煙幕持ってて、でそれでちょっとクワガタをいぶり出そうと思って煙幕入れて煙炊いて、でクワガタ出てくるかなと思ってじっと見てたら、ちっちゃいおじさんが穴から出てきて、超ちっちゃいよね。ちっちゃいってどれぐらい？超ちっちゃいです。どれぐらいですか？4センチ5ミリぐらいです。4.5ミリね、4センチ5ミリってことだね。4センチじゃなくて 4.5 なのね。4.5 ぐらい、4、5ぐらいだな。そうね。それどんな顔とかどんな？おっさんなの？おっさんです。角刈りで着物着て流しみたいな、もうほんと着流しみたいな感じですね。浴衣というか着物っていうか、夏だから浴衣に近いかな。その派手な色じゃないってことだね。派手じゃないですよ、薄茶色みたいな。角刈りで。日本人。日本人っぽい。日本人です。はい。怖いわ。で、なんかさ、純に対してこう攻撃とかしてきたのなんか。いや、で、咳込みながら出てきて。そうだね。許されたから。いや、もうよく笑ってられるの、俺めちゃくちゃ怖いよ。怖いですよ。めちゃくちゃ怖いよね。確かに怖いよね。はい。つって。で、僕に向かって。煙てへよ、バカって言ったんです。まあそうだね。煙てよバカと。純は？煙てよバカっつって。怖いじゃん。また穴の上の方戻っていったんです。うわ、それ。ちなみに、はい。まあ多分妖怪なんですけど、名前とかって知ってる？その後なんか調べたりした？いやー、ちょっとね、まだ子供の時だったんでまだネット環境も整ってなくて、僕らでも妖怪、その妖怪の名前知ってるよね。ああ、妖怪確か咳込みじじいだったと思います。じゃあ弁幕なくてもすでに咳込んでるってことなのかな。結構年取ると咳込むもんな。自分が大体あれ弁幕のせいであるんじゃないの？妖怪咳込みじじい。もうそれ一回きりですか？見たのは。そうですね、それ一回だけでしたね。その後はもうなかったです。場所は福岡ですかね？福岡です。福岡のあたりに住む妖怪咳込みじじい。そういう後遺症みたいなのもないよね？大丈夫だよね？なんか急に。ちょっとやっぱ気管支が弱いですから。弱くなるよね。弱くなるんだ、やっぱその仕業なんだね。咳込みじじい。わかりました。すいません。ごめんね。そう思い出させちゃって。じゃあね、バーカ。厳しいな。またね。笑ってる。やっぱり見てたんですね。いやー、見てるわ。怖いわ。咳込みじじいというのを配慮しておきましょう。はい。チャンネル